今日の事件は、秋葉原通り魔事件は、単独犯行か？秋葉原通り魔事件とは2008年6月8日に日本を震撼させた通り魔事件。この衝撃的な事件の内容は、犯人で現行犯逮捕された加藤智大が秋葉原の歩行者天国に2トントラックで突っ込み人々を跳ね、後に持ち込んだ刃物で次々に通行人を襲い計17人を殺傷した凄惨な事件。ニュース報道では、社会的に孤独でオタク気質の加藤智大が焼けを起こした事件とされているが、実はこの事件犯人とされる加藤智大の単独犯的事件と考えるには不自然な点が多すぎる。返り血を一切浴びていない服。犯人である加藤容疑者の服には一切の返り血がついていません。犯行当時加藤容疑者が着ている服は淡いベージュ色。血なんてつきようものなら写真の画像の粗さに関わらず返り血が確認できるはずです。何より加藤容疑者は事件で17人を殺傷しているわけですが、トラックでの犠牲になった5名うち3名死亡を除けば、所持している凶器のナイフで12名うち4名死亡に襲いかかったことになります。果たして、ナイフで12名に襲い切りかかって返り血を一切浴びずに済むことがあるでしょうか？百歩譲って服にそれほど返り血がつかないにせよ、ナイフを持っていた袖口には血痕が付着してそうですが、一切血痕は見られません。しかも犯行当時の目撃者の証言では、加藤容疑者が馬なりになって被害者を刺し殺したとあり、そうであればズボンにも血痕が付着しているはずですが、一切血痕は見受けられません。藤井容疑者の服に血痕一つ付着していない秋葉原通り魔事件は非常に不可解。犯行時間の短さ。二つ目の不可解な点は、この秋葉原通り魔事件が17名の死傷者を生んだ事件に関わらず、犯行時間が2から3分と極端に短いことです。車両での犯行を差し引いて、12名の人々を数分という短時間で殺傷することは一般的に困難なのではないでしょうか？そして、事件を犯した加藤容疑者は見るからに細身な人物で一般的に運動が得意なようには見えません。さらに被害者の中には警察官もおり、格闘訓練を受けたプロである警察官も含めて、12名もナイフで襲いかかるには相当な体力が必要で、それを数分のうちに行うのはプロの軍人でも不可能だそうです。刃物による犯行時間がちょうど3分とし、それを時間にして12で割ると、一人当たり15秒の犯行になります。事件当時の目撃証言で興奮状態にあったとされる加藤容疑者が、一方で冷静に一人当たり15秒で次々と歩行者を襲ったとは普通は考えられません。極端に短いナイフ。そしてさらにこの事件の不可解な点は、加藤容疑者が犯行当時持っているナイフが極端に短いものであるという点です。事件当時、犯行で加藤容疑者が使用したナイフは長さ13クムのダガーナイフであったそうです。しかし、被害に遭われた方で亡くなられた方の死因にナイフによる胸部貫通死相とあり、これはナイフが胴体を貫通しているという意味です。13クムといえば大体スマホの長さ程度の大きさになり、そんな長さのナイフで31歳男性の胸部を貫通できるのでしょうか？さらに、仮に13クムもの短いナイフで胴体を貫通させたのだとしたら、どうして服の袖口にすら血痕が付着していないのでしょうか？犯人は小太りの男？そしてこの秋葉原通り魔事件の隠れた共犯者であり、真の主犯とされるのが小太りの男。事件後の目撃者の証言では加藤容疑者は小太りでとあるがどう見てもわかるように。加藤容疑者は見間違いでも小太りと言えるような人間ではない。そしてさらに馬乗りになって人を刺しているので返り血も浴びていると書いてある。これらのことからこの事件は加藤容疑者の他に謎の小太りの男が共犯で存在していたのではないかと考えられる。普通に考えてテレビニュースにも報道されず逮捕もされていない共犯者がいると考えるのは、いかにも陰謀論者めいたおかしな論ではあるが、この事件における様々な不審な点は共犯にこの小太りの男が存在したと考えれば合点がいくように見える。第一にあれだけの殺傷事件を起こしておきながら加藤容疑者に返り血が付着していないのは主な殺傷における犯行を小太りの男が実行したからではないだろうか。そしてこの小太りの男とは一体誰なのか。
ご視聴ありがとうございました。